私が融合するのは DD ケルベロスと DD リース。牙むく地獄の番犬よ、闇夜に誘う妖婦よ、冥府に渦巻く光の中で今一つとなりて新たな王を生み出さん。融合召喚生誕せよ DD 烈火王天神。闇を切り裂く方向よ、疾風の速さを得て新たな王の産声となれ。シンクロ召喚生誕せよレベル7 DDD 疾風王アレクサンダー。私はレベル4の DD リリスと DD ケルベロスでオーバーレイ。なんだって？2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。この世の全てを滑るため今世界の頂に降臨せよ。これってエクシーズ召喚生誕せよランク4怒涛のシーザー。我が魂を揺らす大いなる力へ、この身に宿り闇を引き裂く新たな光となれ。ペンデュラム召喚出現せよ私のモンスターたちよ。すべての王をも滑る3体の超越し DDD CO ヘルアーマゲドン。私はレベル5の DD プラウドシュマリエと DD パンドラ2体でオーバーレイ。英雄の名賜りし者、深淵なる大義もてこの世の全てをいざ射ぬかん。エクシーズ召喚降臨せよランク5 DDD 狙撃をテル。私は墓地から DD プラウドシュマリエとDD パンドラを除外し融合。誇り高き騎士よ、災い封じ込めしるつぼに溶け込む真の王と生まれ変わらん。融合召喚いでよ神の意向を伝えしよう DDD 神格王ダルク。我が魂を揺らす大いなる力よ、この身に宿る闇を引き裂く新たな力となる。ペンデュラム召喚現れいでよ、神々の黄昏に審判を下す最高神 DDD 大地王アビスラグナロク。私が融合するのは海地王アビスラグナロクと怒涛王シーザー。神々の黄昏を打ち破り押し寄せる波の勢いで新たな世界を切り開け。融合召喚出現せよ極限の独裁神 DDD 怒涛海地王カエサルラグナロク。二つの太陽が昇るとき新たな世界の地平が開かれる。エクシーズ召喚現れいでよランク8 DDD創業王カリウガ。私はカオスアポカリプスと手札の DD ラミアを融合。混沌たるこの世の行く末を見極める王よ、未来に流される血を吸い竜をも倒す勇者となれ。融合召喚生誕するレベル8 DDD 黒竜王ベオウルフ。これでレベル7のモンスターが召喚可能。我が魂を揺らす大いなる力よ、この身に宿りて闇を引き裂く新たな光となれ。ペンデュラム召喚エクストラデッキからよみがえれ。 DDD 特地用カオスアポカリプス。
そしてレベル7のカオスアポカリプスにレベル1の DD ラミアをチューニング。その紅に染められし剣を掲げ、英雄たちの屍を越えてゆけ。シンクロ召喚生誕せよ。レベル8 DDD 受血王サイフリート。そしてレベル3の DD リリスト、DD ナイトハウリングでオーバーレイ。難攻不落の無敵の王よ、今悠久の時を超え降臨せよ。エクシーズ召喚生誕せよ。ランク3 DDD 盤石王ダリウス。私は DD ブラウニーと DDD 盤石王ダリウスをリリースし、ペンデュラムゾーンの DDD 死刑王トゥームコンキスタドールを特殊召喚。見るがいい雄也、これが私のデュエルだ。私はレベル6の DD 魔導賢者ニコラ2体でオーバーレイ。エクシーズ召喚生誕せよ。DDD 後藤大王エグゼクティブシーザー。続いて私はレベル7の DD バイセプゾーンにレベル3の DD ナイトハウリングをチューニング。シンクロ召喚生誕せよ。 DDD 新兵大王エグゼクティブアレクサンダー。墓地へ行ったバイス・デュポーンの効果発動。このカードとナイト・ハウリングを墓地から除外し、融合召喚生誕せよ。 DDD 劣化の王エグゼクティブ・ケルジン。刮目せよ、これが私が描く最強のポートフォリオ。私はマジックカード DDD ・フュージョンを発動し、このカードとヘル・アーマゲドン1体を素材に融合する。融合召喚出現せよ。レベル10 DDD 超 C 王パープリッシュヘル・アーマゲドン。続いてマジックカード DDD シンクロを発動。このカードをレベル2のチューナーモンスター扱いとし、レベル8のヘル・アーマゲドンにチューニング。シンクロ召喚出現せよ。レベル10 DDD 超 C 王ホワイテストヘルアーマゲドン。さらにマジックカード DDD エクシーズを発動し、エクストラデッキから2体のヘルアーマゲドンを特殊召喚。そしてレベル8のヘルアーマゲドン2体でオーバーレイ。エクシーズ召喚出現せよ。ランク8 DDD 超 C 王ダークネスヘルアーマゲドン。私を心底笑わせたければ、私がプランニングしたこの鉄壁の布陣を突き崩してみるがいい。